担当ゆくら、ゆくらゆのあやの担当からね、紫アム、ゆくらみ、白のゆき、せーの、セーブポイントでーす。はい、というわけで、僕たちセーブポイントはですね、ただいま大阪に来ているわけなんですけども、なんと本日ですね、こちらのお店杉吉さんに許可をいただいて撮影をしてさせていただきます。磯の匂いがすごい。そう、ここはね、どういうお店かというと、まあ、居酒屋なんですけど、その辺にうじゃうじゃいますよ、魚さんが。もういろんな種類のお魚さんが、うじゃうじゃ、その場で釣って、調理してもらって食べれるというお店になっております。本日ですね、こちらの釣り吉さんのお店でセーブポイント釣り対決をしていきたいと思います。これはなんか、いろいろある、ね、なんか、種類がタイだったり、カレーサメもいる。サメはサメいる。本当にサメ。あ、たらもう印象だね。いろんなものをね、まあ、釣りながら、食べる動画にしたいと思います。はい、それではじゃあたくさん釣っていきまーす。しょーしょー、セーブポイント。じゃあセーブポイント大阪旅行に乾杯。乾杯。まあじゃあ、大きい魚2ポイント、ちっちゃい魚1ポイント、イケメンの魚3ポイントです。じゃあ、ビジュがいい魚、じゃあ特別で3ポイント。じゃあ、釣っていきましょう。はい、たくさんいる。この危ない針を通していきます。たくさんでいる。てかさ、違うよ、餌がないわ、おかしい。ちょっと持ってきて、見てください。行ってま、行っておいで。ほら、釣りを自分初めてするんですよ。だから、アキドね、アミパってわかります？での釣り堀はしたことがあって、一回そこで携帯を落としたことがある。携帯を鳴らしたらこうやって、ヨボッシュが来たから、店員さんが取ってくれたの。これアワビとかあるよ。これタイかな、タイ。ほうほうほう。お、すごいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。タイ、ね、タイ。これタイだよ。落ちないそれ。なんか落ちそうだけど大丈夫？来た。イエーイ。釣れた。アムちゃん釣れたよ。ん？アム釣れた。え？何ですか？2ポイントだって。まあ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 、いいでしょう。頑張ろう。耐久や。体勢がすごいダサい。すごいダサい。おでっかっ。おびっくりそう。あれ釣ってよ、バカ。おぉ、でっかっ。いやー、回ってる、踊ってない、あいつ。すごい天才。おるそれ何？これはタイじゃん。すげー、タイ。セーブポイント。さっきから30分ぐらい釣っているのですが、一向にお魚が釣れません。釣れた？実は。いいえ、釣れません。諦めていい？あ、でももうちょっと引き続き頑張りたいと思います。マッシュルーム頑張ります。引きチームだけどね。クソ扱いになるのかな。え、なるんじゃない？使わないと。だって証拠なんてないもんね、別に。釣ったっていうふうに言えばいいんだもん。いいじゃん、だってこいつら釣らせてくれないんだもん。取っちゃった。取った、どうしよう。刺身にしよう、タイの。すげえ、ブス。この子たち、要的にはビジョン運転。え、普通にちょっとこの子たちはうるさいかな。
ってる、ほら。いい。ということでね、お魚が釣れませんでした。お魚釣れた？そんなの釣れる人いまへん。いまへん。セーブポイント。はい、というわけで、僕たちの釣った魚で、いろいろ調理してもらって、こちらね、届きました、いろんなお魚さんたち。じゃあ、そんな感じで、たくさんご飯あるので、食べたいに食べていきましょう。はい、せーの、いただきます。わ、すごい、ほら、うまそう。フーフーしちゃった。おいしい。うまし、うまし。やばい、食べ応えあるし、こってりしてる、めっちゃうまい。おい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 、大当たり食べれるようなね。うまくね。いただきます。俺はオーバーリア。いただきます。あ、うまいわ。うまいっしょ。ご飯食べたくなる。プリプリじゃない？うまい。うん、うまいわ。もう一本行こうや。うまくない？伊勢海老いただきます。すごい、なんかいい。カレーの塩焼きめっちゃうまいわ。あ、いいや、分かる。ってるんだよね。美味しい。え、サンマも一番好きかも、これが。これコッケとかも、うまい。というわけで、いろいろたくさん食べまして、お腹いっぱいも、みんないい感じにお腹いっぱいになったというわけでね、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、そんな感じで、はい、本日はこれにて、終了したいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではまた次回の動画で、バイバイ。メイクフィッシー。